吉本にいたからこうなったという。はい。もまれもまれて今旬を迎えたこの <laughs> もうこれも便器バリバリですけど。おー m ンチャンピオン竜巻みたいな。<laughs> 受けすぎて客が空飛んでるぐらいのぞ、うん、ーみたいなが、うん、これを超える一位っていうのがあんま想像できないですね。この企画でこういう趣旨ですって言われたときにここから決めたぐらいの。えー。 抜けてますねちょっと一位はダントツどうもノブロック TV です本日のゲストはキリンの川島さんですよろしくお願いします。お願いしますお願いします,しますさあ 川島さんとは僕はですねデリバリーアプリメニューの cm をまあ僕が企画プロデュースさせていただいた場合で、はい、川島さんと森川をさん出ていただきましたはい、はい、そうでございます、はい、ありがとうございます、はい、本当に <laughs> いやなんかそう明るいところで一緒に仕事するの初めてだっただかちょっとてるくさだったんですけどね。 あれれめちゃくちゃゃく流れてますよねすごいですね、<laughs> あんなに僕も流れるものとは思わず、すっごいいろんな方から反響をいただいておりまして、ね、あれ、川島さんと思い,思いませんでしたみたいな褒め言葉もいただきながら、2>, うん、2週間後ぐらい、また別のコマーシャルの撮影があったんですよ、はい、でそのそれ全然違うもんですよ、別にデリバリーサイトでも、はい、もちろんなんでもないもので、なんか爽やかなちょっとお兄さんみたいな役だったんですけど。うん 取り調べ数、あの、なんか、名品もいた形でも、一発取っていいですか、みたいな。<laughs> デリバリー。<laughs> デリバリーは。メニュー。デリバリーは。メニュー。一応、ニコってしてる笑顔より、なんか、こういうがあって、やつだったら。はい、全部ボスにされたてる。<laughs> やっぱ、違った <laughs> いや、それはそうですよね。<laughs> あのー。 CM 制作をご希望の企業の方はね概要欄にご確認の上、ぜひぜひ、このコンビでもね、何でもます CM 撮影でも、非常に OK 出すの早かったですから、いや、ゴッドタンちゃうねんから、なもう2回やって撮れたし、もういいよじゃないですよ、ゴッドタンで時々ある大喜利のお題が7つぐらいあるけど、4つで撮れたからって打ち切るパターン、うしいと思ってた。 い,いやでもすぐ楽しかったなそんな川島さんとやるのは,はい、はい、こちらの企画です、うん、キリン川島が嫉妬した芸人ランキングよあれですさあこれまであった芸人でこの人のここに嫉妬したというのをランキング形式で発表してもらいますはい、えー、人気企画なんですがついに川島さんにやっていただくといういえいえとんでもございません、はい、本当に嬉しい,いす嫉妬みたいなんでありますよね <laughs> 嫉妬してたもちろんございますしまあ何もかもがうまくいかなかった時期の嫉妬あるんですけど大前提として、はい、僕実はその先輩にあまり嫉妬しないんですよ。あそうなんですかはい、はい、それはもう俺より長くやってるしなって <laughs> <laughs> 心の中の心の中でもちろん尊敬してる剣道小林さんとか次長課長井上さんとか、うん、ジュニアさんとかいっぱいいますけど、うん、ただやっぱ後輩、はい 他にはやっぱその言い訳通じないからやっぱちょっと羨ましいなあいつとはじゃ結構これは心の整理がつかなかった十血,血が出てくる <laughs> どうしてもまあいろんな形をちょっと今日ご用意させてもらいましたけどもこの人人間力羨ましいなとかあのネタを羨ましいなとかなちょっとピンポイントも細部に至るまでやっておりますよはいではよろしくお願いしますお願いしまず第10位から意外と言われるかもしれないですけど、はい 位ちょっとこちらの方でございますね、このボードで初めて貼られるんじゃないですか、この人の名前、カエルテー、中野、長野 <laughs> これ、まあ、このボードで初めて貼られるし初,めて最初で最後だと <laughs> <laughs> いきなり万馬県からスタートして。そうですけ、ね、ど。はい。いや、これがラランド西田の知ったしたランキングだったら。<laughs> わかりますあ。そうですね。強豪ですか、ね。競合だから。ここえー、えー。川島さんからこれ出てくるんですか。帰る亭長野くはい。何が一番羨ましいか、何が一番嫉妬したかと言いますと。もう声です。ああ<ー>。はい。 中野のは本当宝物ややと思いいますいやそうですね。僕も一応やっぱ声のお仕事をしたり、はい、なんかちょっと「あいい声ですね」とか言われる機会はあるにしても、はい、芸人ととしててて向いいる声ででななでははななっっちょ自分思うんですよやっぱガヤとかぶわ、うん、ー盛り上がった時に「おいうるさい!」とか言ってもちょっと聞こえにくかったりするんでる、うんうん、トップがやっぱり僕の中では「今田耕司さん」うんはい。やっぱ「感謝祭」はあれだけの人数仕切れるのと、うん、あとコントでも。 逼っ迫した状況でカーッて叫んでも悲哀いは出ない面白い声であったり同じぐらい羨ましいのがさんでですすねね我はもう名名刀刀妖刀と言ってもいいかもしれないぐらいうわって攻められても結構なねいじられとかもされるんですけどパーンと切れるしひな壇の一番遠くからでも切れる MC とかでもひな壇一番奥の人に突っ込めるっていう意味では。 小杉さんだから声という意味ではこの二人二大巨頭だと思ったんですけど、うん、ようやくこう最近してて三人目が入ってきたなという声だけのその声だけですよ蛙亭 <laughs> 中野という人間は僕はあまり知らないですけど正しくは位獣医蛙亭中野生態なんですけど <laughs> <laughs> いや<ー>綺麗ですね<や>彼の声はいや本当ですねはいあの小声で言ってもコントの触りの部分でもはっきり聞こえるし、はい、全部そうなんですよ でピュアな声ですしもっともっと声のお仕事は増えていくとは思うんですけどル亭ならではの世界観が結構岩倉さん持ってるんで、うん、面白いんですけど中野がの声のミント感で結構ドロッとするコントが爽やかにお届けできてる、うん、でなんかやばいやつなんですけど見た目的にも結構やばいやつに持っていってるんですけど。 声は綺麗なんでやっぱピュアなこうなんちゃうか清潔感を持ってるいや本当ですねあのすごい気持ち悪いオタクの役とかやるけどなんかちょっと愛せるキャラクターに慕せてくれますもんねでもほんまに絵がないんだろなっていうのが根底にあるそれは絶対声の力だと思うのでなるほどマジでこの声帯はちょっと羨ましいなるほどこれは意外でしたけど納得です嫉妬ですねこれも一つのはい。 実はちょっともうコンビとしてはいないですけど 2700! ああいやいや面白いコンビですけどもともといコンビですし、うん、安く君も常ちゃんもまあすごく仲良くて、はいえー、一緒にやってたんですけども、まあ、今は解散しておりますけど、はい、2700の場合はもうとにかく好きなネタが1本ありまして。ええ キリンスマッシュというキングオブコントでやっ,てやっ,てってキンングオブコント2011年での最後ファイナルでやったネタだと思うんですけど全く一切顔も出さずただの二択をみんなで見守るだけというところであんな盛り上がるかっていうぐらい僕としてはちょっとよく賞ーレースでこんなネタをぶつけたなっていう。 その一点がまずもうダントツもともと面白いコンビだけどその一点がもうこのランキングに入れるぐらいもうずっとと覚覚ええててること覚えてますだからネタの中ではだから僕、ほんまにここでたくさんの方が見てるからこそ言いたいんですけどキングオブコントってすごいいい番組だなと本当に思っててああ何よりもセットに一番お金がかかっててああで一番いい照明でああ一番いいお客さんのもとせっかくやってるのに。 おそらく DVD とブルーレイしか出てないあ,<ー>あんなで1回やったネタってもう多分テレビでやらないのがほとんどなので,で、ねうん、漫才と違ってコントって本当もう短い映像作品で曲に近いと思うから過去やったキングオブコントのネタ全部1本500円で売ってほしいと思う。<laughs> 今までの、うん、で2011年でいうと「モンスターエンジン」の「ミスターメタリック」っていうネタがあったり僕は好きな「ラブレターズ」の卒業式かなうん、うん、卒業式のネタとかがあったりするんですけどそれを500円とかでもう買い切りにさせていただきたいまあこれをここに貼ったっていうのはその回数を起こしてほしい。<laughs> 優勝はしてないにしてもこれも大たいないなっていう一発があるのでそん中で僕はキリンスマッシュがちょっとトップで。

舞台もやったり舞台もやって劇団にちょっとゲストで出たり,出たり、うん、で、まあ、テレビの露出もちょっとあってネタ番組でももう火ついてる、うん、で自分たちの単独はもうパンパンでファンの付き方もファンの方の質も非常にい,い,い、ねうん、世間にもちょっと顔は知れてきてるで適度に休みがあるそうですねはいあじゃあ今そのライフスタイルの憧れのラス <laughs> 俺ランブランコになりたいなっていう。<laughs> で,でも、結構な芸人さんが僕らの時代はやっぱ松本さんに憧れてダウンタウン病みたいなことが言われる中東京の人は結構ラーメン図病っていうのがあったと思うんですよ、あ本都市の中でちょっとシュールでちょっと飛んでもうでもライブはパンパンに集まるみたいな、はい、ようやく継承者出たんじゃないかなとい,うあいやそうかもしれないですねえだって男性ブランカーはそもそもラーメンズが好きですもんね、はい、めちゃくちゃ数愛されてる尊敬してるとは思うんですけど。 シティボーイズさんとかラーメンズさんの第3の世代にようやく男性ブランコ落ち着いいてるんじゃなは年齢重ねれば重ねるほど多分いい味も出てきますしダンブラーにしか出せないちょっと不気味でもありながら笑えるコントっていうのも持ってるんで、うん、下町のラーメンズみたいな <laughs> 決してシティ派ではないんですけど。そうですねうん 田舎から出てきたラーメンズという感じはしててあ<ー>でまあ、幸いこうなんか吉本なんでなんかお高く泊まることもなくそうですね、えー、吉本だからそのまみれなきゃいけないですもんねちゃんとま,まみれて<ー>ちゃんと NGK とか大きい舞台も出ないといけないから角は立たないしそうですね非常に羨ましい <laughs> ダンブラははいはいはいなるほどこんな 三十代前半過ごしてみたかったって思ってあそうですね <laughs> 焦らなくていいですもんね、はあ、男性ブランク多分、はあ、このままずっと自分たちのペースでいけばもう五十まで絶対仕事なくならないだろうなというところなんで,で、ね、ま,まあ人もいいし、うん、いやいや二人,二人ともいいですねうんいや納得ですあ、それぞれのポイントが全然違うのが面白いですねそうですね、はい、もうこれも便器バリバリですけどもう7い。 ミルクボーイおーチャンピオン。1> 1チャンピオンミルクボーイまでで m 1第1章終わったんじゃうかなって <laughs> もう完全に正解を出して終わらはったなっていう、はいはい、僕ミルクボーイが優勝した年は後ろでこうレポートする仕事やったんですよ、はいはい、和牛が到着しましたとか,なんかそんな感じの仕事をしてて、うん、でもなんか実はその決勝進出者発表の記者会見の仕事もしてたんで、はい、準決勝を 初めから見てたんですよまだ東京の人全くミルクボーイでわからないっていう状況であまりにもこうおもろすぎてカメラがずっと揺れてたんですよ<ー>途中からプロがもう笑ってしまってなんかこのモニターがぐるぐるって揺れて、うん「何やってんの?」って言ったらカメラマンが笑ってしまって撮れないと<ー>そんな現象が起こってその全くの。 東京では無名からなめられた状態からドーんと受けていってでこれはミルクボーイの年になるんちゃうかなと思いながらで決勝裏のリポートをしてまあもちろん見取り図とかそうそうたるメンバーみんな出てる中で順番もめっちゃ良かったんですよ中盤に出てきていやもうこれは僕ら準決勝見てるからえらいことになるんちゃうかなと思って裏から見てたんですけどもう誇張抜きで。 この壁の向こうにミルクボーいるとしたら、はい、なんか竜巻みたいなの上がってたんですよ <laughs> <laughs> うね。り、ウケ、うん、すぎて客が空飛んでるぐらいのドーンみたいなのがあってほとんどの芸人がもうあこれはもうあかんわって <laughs> うねりすぎてああああ <laughs> こんなウケ僕ちょっと聞いたことがなくて、うんうん、誰が見てもほんでおもいネタですしなんかもう完全にカチッとはまるネタ。うん、もう完全アドリブがなない遊びもちゃんとなく、うんうん そうは見せずにミルクボーイがなんかうねって登っていく様を見たので、うん、こんな漫才やれたかったなとは本当に思いましたね。うん、いやでも誰もが言いますよね。あ特に関西のあの芸人さんたちはその年の M1 の1回戦か2回戦ぐらいからミルクボーイが、はい、やるもうもうなんやかんね <laughs> ずーっとなんかトルネード怒ってたんですよ,ですよ、ね、関西のでは。うん 劇場の屋根抜けるぐらいバーンバーンって音がして、うん、で全くこうちなんかその優勝の仕方も良かったというか、うんうん、誰やねミルクボーイってみたいな、ね、階段から出てきた時にみんながダッサーみたいな感じで感じやったの、うん、で僕は昔から2人をちょっと見てるんですけどもうとてもじゃないけど優勝するような漫才ま、うん、まだその時やっってなかたたしし、うん、聞きましたね2人とも腐ってた時期もれれち,ょっとちょっとチャラかったり。うんうんうん マ、えー、ちゃんはもう先輩の飲み会でしか会えないなみたいなやつが、うん、まあ一生懸命こう生まれ変わって、うん、あんだけウケてる漫才師をちょっと見たことがなかったですねんかミルクボーイが優勝した年は何回やり直しても多分ミルクボーイが優勝しちゃうんじゃないかなとル,、ね、ループしてもトップバッター引いてもこれはもう <laughs> どうしようもないう完全優勝ですよね完全にこれは正直嫉妬。 こういう漫才で今今の感じもすごくいいですよね。そうですね。一週東京でバーンとやって、うん、我々は大阪でしっかり ng 家の取り、うん、を務めますっていう感じのスタイル、うん、で欲しがらない感じ、うん、でなんか聞いた噂ですけど今一番おもろいらしい。<laughs> <laughs> <laughs> あなんか僕も噂で聞いたのは、はい、あの形式で。 <今>もっと毒があるやつをやってるんですよねでなんかちょっとええー、子じゃない感じの大人のチクッとした笑いも入れつつ動きも入れつつあのスタイルは崩さずやるっていう、うん、今もうミルクがチーズになってきたっ <laughs> てますいやなるほどいやそれはそれで見たいけど劇場でしか見れないのもいいですねそう,そういうことなんですよ、うんうん、テレビ4分とかでは、うん、もちろん面白いは伝わってますけど劇場の10分がやっぱ今仕上がっているので。うん これはちょっと、吉本の宝ですね、これは。なるほど、うん。やっぱ彼にずっと僕は憧れてる人生なのかもしれないですけど、はい、もうょいますね、<laughs> こいつがやっぱりネタ川島さんの時話に毎回出てくる<れ>毎回レギュラーで出てくる、はい、川島が一番好きな芸人かもしれないですけど、はい、まあ,あの、ネタはもちろんなんですけど。 やっぱりこの人ってもうお笑いがなかったら生きていけない人なんじゃないかと思いますね。<ー>僕とか例えばバカリズムさんとか、うん、ほとんどの芸人さんってお笑いっていう職業がなくてもなんとなくご飯は食べていってるだろうなっていうでも、うん、彼無職で終わってると思うんですよ就職先ないんじゃないかなっていうぐらいお笑いに対してピュアで一番芸人なんじゃないかな。うん まあネタもさることながらトークも今もロケもすごいおもろいですけどしっかり最コなんですよ演じてるわけじゃなくてやっぱりしっかり最コな男っていうことが僕ちょっと目の当たりしたことが1回あって秋田の方で営業一緒に行ってその時キリンともう中学生とインパルスと一緒だったんですねで楽屋で,でなんか秋田の方がお弁当じゃなくてそのケータリングで。 お鍋を作ってくおこう持ってきて皆さんでどうぞ食べてくださいって、はい、えー、こんなん食べられるんですかいほんでもう中がその鍋をなんか一人一杯ぐらいのに4杯ぐらい食い出して、はい、みんなのことも、まあ、あんまり周りも見えてないでめちゃくちゃ食べだしてもう中がもう自分の出番なのを忘れて夢中で食べてたんですよ。 で、もう中の隣堤下がいて堤下が「一応もうお前出番だからもう早く準備しろよ」みたいな「<laughs> ああ大丈夫大丈夫」みたいなことふわーって食うててほんなら舞台監督が「もう中学生さん急いでください」って言わはった時に「ああすいません」って言ってこの <laughs> 鍋のスープだらけの口周りを堤下の T シャツで拭いたんですよ <laughs>。<laughs> で「えっ?」って全員がなって「嘘やろ!」ってなっちゃって、何にも言わなったって「それ <laughs> で、せん!」ってって舞台出ていってで手ぶらで出ていって。 なんかいろんな暖ボールとかも全部忘れて手ぶらで出て、うん、なんかそのままその場のやり取りとかでやってたんですけどもうちが出てた後の俺らのなんか楽屋が誰も喋れなくなってただただここ, <laughs> ここが黄色くなった嫁いだがずーっと「え俺今吹かれましたよね <laughs>」いや多分俺の見間違いじゃなくて吹かれてたよ今」ってえっこれど,どういうこと?」みたいなって<ー>真っ白な T シャツ黄色くなってはいで帰ってきたからもうなんかそんなに「はい、すいませんごめんなさい」みたいな感じで終わられて。 ボケじだからどういう日常生活を送ってるかわからない,いや本当っすね。本物なんだだ本物っす、ね、あれなんか「ラヴィット!」でしたっけえー、っとジェットコースターかなんかのときに、はい、急にアイドルのことを間あれちょっとほんまに忘れられない <laughs> 映像っすね。本来もう中学生は絶叫系がめちゃくちゃ苦手、はい、でトータルテンボスさんが仕切りのロケ行って、はい、アイドルの女の子は絶叫系好き。はい ででみんなわーって乗ってでもう中は楽しみましょうって言ってるけど実はもう顔を信頼顔でこうやってジェットコースターとか乗ってるで降りた後にそん女の子があんまりにも楽しかったからじゃあもう一周行きましょうもう一周行きましょう、はい、とか言ってたらもう中がその子の目見て冗談でもそんなこと言うんじゃないかって <laughs> <laughs> 日曜現場みたいな顔してた <laughs> <laughs> 本当にあんな怖いもう初めて見ました。初めて見ましたよね。 まあこの子はもう潰しが効かないというかそこに嫉妬するっ嫉妬する全力、うん、まあもう独身やし一人やし全力で今もお笑いができてるっていうのには羨ましいですね、うん、正直では折り返し第5位第5位5位というかもうこの辺はちょっと僅差はいまあやっぱ腹いし澤部えはあら<ー>はもうなんでこんな マルチな男が若い段階で生まれてきたんだといういやそうですねなんか出てきた時からもう完成うう、ね、されてましたよね最初にレッドカーペットとかでちょっとノリツッコミ、うん、漫才みたいな感じでやってましたけど、うん、実はもうその漫才以外の部分が全部できてるしそ、ね、ししこんな最初から平場強いやついないですよ、ね、いやいなかったです、うん、ちょっと震えました、うん しかも事務所が吉本ではなく。なく全くこう。先輩にいじられまくったとかではないうで、ねで。揉まれて揉まれて。うん、じゃあ、ない段階で。こんな、なんで最初から。できんやろう,っていう。いや、本当ですよね。なんで。二十七時間テレビって、あの。あんな吉本の上の人たちにいじられたり、<あ>爆笑さんにいじられたりしても。はい、あの、は、キャリアで返せたんす、ね。<laughs> 全部返したじゃないですか。うん、で、この。僕がやっぱ、今、一番すごいなと思うのは。もう、もう、言うたら。 ちょっと売れ売れの、はい、昼の帯もやって、うん、CM もやってもんも、はい、原市の冠番組もある,あるラジオも大人気、うん、っていうところで何か昼の帯が始まったことがちょっと自分にとっては守りに入ったと思われたくないのが、うん、今一番なんか体張ってる <laughs> 異常なんですよこれ象徴的だったのがなんか僕がフジテレビさんで年末に お笑いオムニバスグランプリという番組やらせてもらっててドッキリツッコミグランプリみたいなドッキリじゃなくてドッキリされた後のツッコミでどんだけ場を盛り上げられるかみたいなもう一日ロケしてもらうみたいな番組があって、うん、アンガールズの田中君とか、うん、もうそれこそ、えー、ダイアン津田君とか三木の昴生君とか、はい、まあいろんな人が竹山さんとかバーンと盛り上げてくれるんですけど澤部はツッコミはもちろんなんですけどちょっと体の張り方が異常じゃん。<laughs> ないかという1個は忘れられないのが AD の子がなんかタオルをこう持ってくるんですよ澤部、はい、さんにタオル持ってこいっつって「うん、はい」っつってわーって持ってくる持ってきた AD が落とし穴に落ちてしまうっていう「はいはい、でおいお前が落ちんのかい」みたいなとこなんですけど、うん、バーンと落ちた瞬間に澤部がダッシュで助けに行くんですよ <laughs> 落ちてしまった AD を。はい、で結局近寄っったととこにも落とし穴があって おい何落ちてんねんお前ズボーンっていうドッキリなんですけど、うんうん、もう1個ドッキリがあったんですけど澤部がもうあまりにもすごいスピードでたすに行ったから野球盤の魔球みたいに走っていって地面に消えていったんです <laughs> <laughs> これなんとかして見てほしいんですけど、うん、この映像震えやがってこんな全速力で落とし穴に落ちたやつおらんなっていうぐらいこんなおもろいリアクションできないなって思いましたねで切れると面白いですからね切れると切れも面白いし 昼間爽やかもできはるしちょい失礼なことも言うあらそうですねでライ二人に行くこともできるんすよねそうなんですよ原市自身はすごいんですけど改めてもう一回ちょっと澤部隙がないというか滑ってんのをちょっと見たことがないですね彼は今完全体になったんじゃなくてデビューした直後に完全体になってるやつですだけどもう一個最近羽根が増えてるなというところで。 もうもうあと十年二十年は余裕で安泰じゃないですか、ねですね、なんで渡辺にいたんだろう、ま、たっていう。なん,なんで渡辺にあれが完成したのか <laughs> 不思議なんですよね。まあ吉本やったら出てないかもしれないですね。出るの遅かったかもしれないですね。なるほどなるほど。吉本にいたらなんか藤本さんとかにすげえ嫉妬される。藤本で削られる可能性が。性が舞台上で、ね、舞台上で。 そんな素材が吉本にいたからこうなったという例なんですけど、はいはい、ダイアンもまれもまれてあの独特の形に仕上がったですよねそうそうそうここがもしかしたら双子かもしれないんですけどああ片や一方、渡辺に行って綺麗に売れた澤部とやっぱもまれもまれて <laughs> 今、旬を迎えたこの <laughs> 今やっと油が乗った。はい ダイアン津田さんは<ー>いやこれ僕は結構ツッコミのもう完成形じゃないかなと思ってますねこの2つは 2>、うん、西東で、うんうん、津田に関しては僕初嫉妬した芸人なんですよあそうなんですかは初ジェラシーあれ津田さんはどのぐらい下ですかえっと1年半ぐらいですかねあじゃあそこまで差じゃないんだダイアン津田 これはあのベース吉本という劇場がありまして笑い飯とか、はい、うちらとか千鳥とか南海キャンディーズとか、はい、まあ、えー、トロサーモンいろんな芸人がいた中でダイアンもいたんですけどその1回、先輩たちが卒業した後に、はい、もうごちゃごちゃ言わんと誰が一番おもろいんかトーナメントみたいなのがうわ噂にだけ聞いてます。 1>, 1年目とか関係ない、うん、全員で総トーナメントやろうみたいなでまあ正直やっぱキリンとか、うん、笑い飯とか千鳥とかが本命師されてる中、はい、でダイアンはちょっとまあ渋かったんで、うん、まだその頃ネタがネタとあと見た目も、うん、おっさんみたいなスーツ着てちょっと鼻がない。うん それよりやっぱとろサーモンとか、うん、まあその辺が誰かが番狂わせくるんじゃないかとは言いつつももう64組ぐらいが一気にブーっと毎日こう戦っていって、はい、で残ったのが16組やったかな、うん、16組でそれをもう1日で決めるみたいなだから4対戦は<ー>過酷ですね42ってやっていく 1>,、うん、でも1日4本ネタをやるみたいな、うん、その日があったんですけど。 1日にこう4本もネタやるともうボケじゃなくてやっぱり注目されるのツッコミなんですよ。ボケのパターンでも大体一緒漫才ですと特にこういうことやなシチュエーション変わったけどちょっとさっきのと色似てるなっとなるとやっぱツッコミがどんだけ着るかどんだけ輝くかの大会になるんですけどもう圧勝でしたね。 だってノブさんとかもいるのにノブもいるし、うん、まあまあアレメさんがダブルツッコミちゃダブルツッコミやったり、うんうん、うちの田村もいますし村田君とかもいるんやけど、うん、圧勝したんですよ結局でその名だたるみんなを抑えてダイアンがバーン優勝して結局津田が困れば困るほどおもろい,いなんかそれまで漫才ではボケ8ツッコミにいいかなと思ってたんだけど数を重ねるとやっぱ逆転すんねんなっていうところで全部のツッコミを外さなくてシンプルで言いながら。 一番こう切れ味を持ってたのは津田くんだったんであ,あなんかこういうことなんか漫才はって教えられたいや津田はやっぱすごかったですね。今でもね津田くんが困った顔見るとみんなワクワクしちゃいますいややっぱりだからもう困れば困るほどいいよね顔真っ赤にして何言ってか分からへんっていうところも含めようやく旬を迎えた今ようやく食べるの50枚にして今覚醒するっていうのは あと僕が津田さん好きなのはやっぱこういくら売れてもやっぱ SNS が弱いってい,いらんこと言わんでえねえねお前という <laughs> どうもやっぱ津田さんはおもしろかったなぁ<ン>あのテレビ中鳥の「バイキング」で炎上した後、<laughs> バイキングで炎上した後の一般の人からのに対するリプ。 俺だっってて役割でやってんのよ <laughs> 絶対言った言あかんやんそんなこと言わないでわざとわざとそういうポジションになった時はポジション普段はせえへんよ言ったあかんやん絶,絶対言ったど冷めるしすごく怒るスタッフにもあーすごいまだまだ大人にならない、はい、永遠の子役ダイアンツ <laughs> もうか彼女が滑ってるのを僕は見たことないんですけど、うん、春菜ちゃんああああああここからはもう羨ましいというのもちょっとおこがましいもうすごいと思ってる人ですね芸人の完成、うん、この方もやはりスタートからもうい,きなりいや本当だ完成されてる。確かにあった時にはもう本当完璧に受けてる状態仕組みてましたよねだから、うん、我々世代 僕らもあのちょっと出るのそんな早くなかったんで相方の本とか、はい、2007年とかに東京の仕事をやってハ、うん、リセンボンが、まあ、1周目の時に出て、はい、であの時って別にひな壇4 5 0人いたんですよね一、はい、人の MC に対してぎゅうぎゅ、ねまね、うん、で,でピンマイクつかずこういう、うん、ガンマイクしかないみたいな状況で1回でも喋れたらえいなぐらいのところを絶対、むしろはるなちゃんに行ってなんとかじゃねえよが生まれてもう全部やっていく。 でもちろん漫才もおもろい M−1、うん、もファイナリストに何回もなっている中で、はい、負け役がやっぱりうまいですね。ですね津田君は一生懸命頑張って負けちゃうんですけどそうですね春音ちゃんはあかんと思ったら、うん、泣き顔でこう、うん、下から殴れるっていうそうですねだからどの角度からでも。いや はい、ありがたい話だから MC とかをやらせてもらえるようになったらもう春菜ちゃんっていう名前が入ってたらもう大丈夫だっていうああんか困った春菜ちゃんに任せようっていう<ー>爽やかコメントもいけるしゴリゴリコメントもできるいけるでやっぱ震えたんがやっぱ『一本グランプリ』出た時に1本も取れなかった下唇をかみしめる姿だけでどんどん爆笑が生まれていくあのでっかいもにたーね1本ってそういうの絶対だめなんですよ 数々の芸人トレンディーと斎藤さんとかも結構自虐的なこと言ってなんか、うん、でもここは神聖な場なんでいつもの平場じゃないんでみたいなちょっとよくないピリッとした空気流れちゃうんですけどはい、はい、春奈ちゃんはなんか目を震わせてだめ、うん、<laughs> だこりゃっていう <laughs> 表情一発で持っていくなんですかねどうなっていくのかが非常に。 楽しみなんでですすけどそうねしかもいろんなスターたちにも好かれてれて悪い噂は本当に聞かないで仕事も選ばないちょっと大きな損失ですうちの会社からしたらあそっかここはもう辞めちゃってるんであそういったところもスマートですよね危ない前にも離れてました船が沈み出す頃にはもう離れてただその辞めてるのもなんか辞めたんだって そういえば、ぐらいの感じ。の、なんか、う、うまいですよね、ハリセンボン二人とも。まあ、もちろん、ハはるかでも、すごい。いや、さ、相方もめちゃくちゃ面白い。相方は相方で、パワーを切りも強いし。唯一無二のキャラクターなんですけど、まあ、まあ、ここはちょっと、まあ、アルティメットですね。ああ。どう、どうや。勝つとか、負けるじゃないですね。味方にしとかないと、やばい。いや、もう、やばいですね、もう、だから。もう、将棋でいうと、金。金の三枚。これは、まあ、たまに取られるんですけど。 裏返して真っ白となるんですよ、ね。ならないっていうそのアルティメットの中でもスーパーアルティメットにも進化している、うん、もうまあその芸人の人たちがみんな認めるのは当然っていうか、うん、もうね天才天才、うん、スタートからまあ天才だったとはいえ、うん、もう今は。うん あ油坊主みたいなまともにくと腹壊すぐらい脂のりすぎのりすぎて体勢の人が胃を壊すフライでも厳しいぞぐらいの油坊主深海魚もう今が一番とんでもなく面白いと思いますしドラマもできますしコントもできるしもうフジテレビさんなんかは。 1>, 1個の企画を丸投げしても彼ら成立するだろうみたいなそ,うです、ね、それぐらいの信頼度があったりしますしすまあ一番嫌ですね、こう1本とかで当たるのあ<ー>はい。並びにいたら先日の1本でももう決勝で負けましたけどうもうこいつだけ上がってくるんだよっていつも思う <laughs> 共演者の時にいつも上げ諦めたらもう <laughs> 同じブロックいやーとか。 思いながら、まあ大吾とか秋山君はやっぱこう人間力をフリップに出さはるんで、その一本の最終決戦一対一で戦って最後の戦いの彼が最後一本決めた時フリップ使わなかったですから、ね？<laughs> そうだ顔で一本やられて僕何が起こったかわからないな。キーツいた紙吹雪バーンやられて <laughs> あれ何がえフリップ書いてないよねってなったんですけどすべてのことをなんかコントにできちゃういや本当だな。 記者会見とかも芸人とっては鬼門だったりするんですけどはい、はい、藤井隆さんとか秋山君はやっぱこうそれをコントにしちゃうああなんかだからもう滑りようがないそうですねっていうねいやもうほんとすごいからないやもういやいややっすねちょっとや,やりたい放題すぎて <laughs> <laughs> いや毎年マジ歌やるじゃないですか、はい、マジ歌秋山とリモート会議やるとその2 3 0分の間に「 6つぐらい間出てくるんですよその <あー S 2> <laughs> だからその絞り出してるわけじゃないです,いですよ<の>もうえー、っとですねって言っては <ー S 2> まあもちろんネタも作れるし <あー S 2> 秋山君じゃないとっていうネタがあったりいやだからなんかほんまにそれこそ営業の楽屋とかで10年ぐらい前もなんかこう喋っててたたなんとなく大喜利みたいな空気になって喋ってた時に。 よく考えたなんか小学生が彫る版画って目バキバキで笛こんなんやなみたいなこと言って秋山とわーみたいなあるあるで喋ってたらもうその1週間後にそれ,ぞれ全部コントにしてあっ版画のネタ版画のやつをでルミネであれコントにさせてもらいました,たい,いやいや俺らんとじゃ何でも処理できないからどうぞ使っここはまあもうハゲてもおもろいし俺だからあの幼馴染と 広志みたいなやつじゃないと秋山とは組めなかったと思うんですよ<ー>嫉妬しちゃってですねもともと板倉とやってるんですけど板倉,板倉もやっぱ、はい、秋山が面白すぎて<ー>ボケたくなっちゃったってああそうですよねみたいなことを昔言ってたんですよだから広ロだから耐えられてるっていうかあの才能に <laughs> いやそう,そう思いますだから必要なんですよね井口君に対するもとみたいに、うん、色を消せるプロ、うん、じゃないと 普通の野心のある人が組んじゃったら毎日この才能見なきゃいけないじゃないですか <laughs> いやほんで消されると思います、自分が。うん、どのコントやっても絶対これに勝てるボケはいないですし誰とユニットコントやってもウケるだろうなと思いますしす、ね、いやでもこれ、これすごい納得なんですけどこれを超える1位っていうのは、ね、ここが入れ替わることはあっても,もう1位この企画でこういう趣旨ですって言われたときにもうここから決めたぐらいの。えー 抜けてますねちょっと1位はダントツただのファンです僕は彼らに対してはもうここですね、うん、<laughs> なるほどこれはあまあねまあまあ,あ<ー>もうここに関しては僕はただの下振りファン <laughs> <laughs> 秋山に対して尊敬春菜ちゃんに対しても信頼あるけど下振りファンなんで、うん、ああなんという,こう奇跡の2人が組んでくれたんだという、うん、確かにな 天天才と天才ととっってこってここううういいか先ほどの秋山君に対する広ロというパターンも馬場ちゃんというパターンももちろんあるんですけどここはお互いがオフェンスなのにお互いの領域を脅かさずフォーメーションによってこうボケツッコミ入れ替われるで何よりもやっぱでかいのはちゃんと賞レースで結果を出している粗品は R−1 も取ってるし2人は m ワ1も取ってるしでやったせいやも実は R−1 ファイナリストだったりするんでん、ね。 これやっぱコンビってこういうバランスで成り立つことはあんねんなといういそうですね YouTube もね半分転嫁取ってるみたいなも,もんだし、うん、でおもろいですしいや本当ですねラジオもめちゃくちゃ面白いしな現存するラジオで一番おもろいんじゃないかと僕は霜降りのラジオですよね俺も思います、うん、僕はオールナなのに金曜日の夜ってちょっとどうしても,もう体力的に僕寝ちゃうことが多くて月金でやらせてもらってはい、はい、で金曜日とはいえ ちょっといっぱい飲んで11ぐらい寝ちゃうんですけどだから次の日からまあラジコで霜降り明星のオールナイト日本を一気に聞くのがあまりにももったいなすぎて15分を8回に分けて聞いてる <laughs> <laughs> いやでもね俺霜降りのオールナイトは俺も聞きますけどオープニングトークの即興コントみたいなやつがめちゃくちゃ面白いですねすすごいですね。毎回毎回ベスト版ぐらいに入れ替わるんですよねはい。うん。 だから15分だけ聞いて家のなんか家事とかやりながらそれ、うん、でまたちょっと風呂掃除する時15分だけさしてとか、うん、もうだからちょっとずつ食べないともったいない、うん、あまりにもおもろすぎて、うん、いやなんかこう毎回ちゃんと漫才の新作を下ろしてるみたいなあでもほんま、ね、そのクオリティーですよね,ねあるんですよねもちろんそんなネタはさしてないし、うん、何喋るかってお互いあれなんですけどせいやがもちろんボケるんですけど 粗品ツッコムでも粗品言ったら聖夜が意外と常識人で守備範囲が広いんで、うん、今結構テレビマンとかスタッフさんは聖夜にすごく注目してるっていういやそうですねなんでもできる聖夜はね身体能力とあれ秋山クラスのものあるから、ね、ああでも,でも憑威を持ってるね憑依を持ってるからね クレイジーになれるととったところ、うん、あとあの我々世代から嬉しいのはやっぱ昭和のこともすごく大事にしてくれてて、うんうん、年配の方も分かるように解説できるし、うん、もうとにかく僕せいやのモノモねがすごい好きすぎて、うん、いや分かります、はい、この間「花大どんたく」っていう華、はい、丸大吉さんの、まあね、34万人集めたライブがあってほ,んでほぼ吉本の芸人がみんな行って、はい、ほんでもちろんその後打ち上げが。 あったんですけど笑いたの,かなで我々の西田さんとかいたけどもうこ6時間せいやにモノマネ振って「どう思います武田さん」とか言って「いや俺たちのじゃなかったよなー」っていうのもう6時間やってもらうっていう,もう周りがもうええやろっていうぐらい,やいやーただのファンなんでそうですねずっとやってもらいます。この間 YouTube でバズってたマージャンの手が汚い。<laughs> <laughs> 武田哲也も最高だったもんなやっぱ似てるけど <laughs> ああいうアプローチでものまねする人ってちょっといなかったなっ武田さんのちょっとそのバラエティーで出す時のちょっと嫌な性格をその,そのままやるんじゃなくてマージャンの手っていうのを見せるっていう見事っすよね見事だよあれはあれ出すパワハラ <laughs> で周りがしゃべらないけどめっちゃリアルであちょっと今のなしなとか。<laughs> <laughs> ダメダメって言うんだけど、やってそうやな、確かにみたいないや。かったもんなすごく。すっごい面白い。面白いですねー。とはいえ、やっぱせいや、ちょっと不安定だったりするんで、はい、はい、その一発目の武田鉄矢さんのマージャ雀がばあ跳ねて,て。満を持して出した二発目がやりすぎた、あんま思ってない。これが俺、せいやのいいところというか、うん。で、まあ、いわゆる。 スキャンダルで大しくじにもしてるんですけど、はい、ああもうノーダメージで裁判に勝って帰ってきてるっていうところのせいやの可愛げで粗品は結構いろんなところに噛みついて、うん、あいつはなんだみたいな言う人もいるんですけど結構ちゃんとこう筋が通ってるという礼儀正しくこうやった中で自分が嫌な思いしましたっていうのをぶつけられる、うん、それにしてもこう噛みついてはいるんですけどせいやの前だけすごくいいバランスがあるんです,、ね、ですね。うんあまり でも,でもちょっと頭の回転が速すぎるときが<ー>逆にこれ、あの周りーーの認知を止めてんじゃないかなっていういや、本当だよな、俺、なんだっけ、水田かなんか見てて、松本さんと粗品が同じタイミングで突っ込むこと多くないですか多かったです。で v 見てて、ちょっと粗品が速い,い、ちょっと粗品が速いときもあるんですよね。<laughs> テンション的にするっていう、ロードみたいに言うなみたいな、ね。そそそそう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  街頭レポの女の子が <laughs> えーとちょうど1年前に言って「<laughs> いやどうぞ」みたいな,なたああそれをさらっと言えたりするのであ,あ,あとは「チンチンロがすごちんちろうこんなええのために消化するやついるんだ」みたいなってだからあのまあ月金まで僕今働いて、はい、結構くたくたなるまで夜まで働いてお風呂入ってでちょっとビールを飲んで YouTube 開いて。 チンチロが更新されている時今人生で一番幸せです今からほろ酔いで20分こんな嬉しいの見れんどチンチロ見て翌日からあのオールナイトにもう15分ずつ。もう霜降りのおかげで最高に素晴らしい金曜日土曜日を過ごさせていただいているもうしっかりファンですねめちゃくちゃめちゃくちゃファンでだから僕がもしこの世界入ってなくても絶対霜降り応援してるやろななるほどでチンチロ見に行っているような霜降りの せいやのトークライブ見に行っているやろうなっていうぐらいもう何かこんなに後輩のこと好きになることはないと思うんですけどほ、うんで珍しく天下というのを口にしている2人なんですねああそうだそうだ、うん、我々世代ではちょっとまあその辺はもう長々にそうですねまあ、まあ、その40代は言いにくい時代でしたよねそう,そうなんですよ上もやけど <laughs> まあなんかそういうのじゃなく頑張ろうぜ、うん、それぞれがっていうところを改めて僕はテレビでも天下取りたいっていう意思も見えますし 若いしねですね、末恐ろしい恐ろししいですねどういう30代を送るんですかね、こっからですからね、芸人って、おもろいの、こっからはやっぱり澤部春田ちゃんと脂乗ってきてる、うん、秋山が脂坊主になれるっていうのは、10年間があったからなんですけど、マジで、もう、粗品だけは捕まってほしくないなっていうだけの、<laughs> <laughs> 不意にやったことが法に触れてるぐらいしか、うん。 もう聖夜は大丈夫だと思うん、うんうん、穴に落ちるとしたらそれぐらいですよね <laughs> それぐらい実はこれ違法だったみたいなことをやってしまわない限りあ<ー>まあでもそれでもそれでも復活しまあまあそれをネタにやってくれるぐらい<ー>霜降りはすごいんでもうただただ応援してますねここはここまで来るといやいやわかりますなちょっとその霜降りと変えるという中野が同時に入るランキングがあんまりないですね <laughs> <laughs> 中野の声はやっぱいいですよ 黙って声優仕事してほしいですね。いや、そうですね。もう、どんどん全然仕事。ね仕事していただきたい。なんか、あのっていう名前が邪魔してんだったら、もう黙って違う名前で声優。ああそうそう別の名前にあったら、もしかしたらナレーションで天下取ったりしっす、ね。いや、いや、いや、いや。そうですね。<ス>ナレーションも結構世代交代の時期があるかもしれないから。ああいや、これは。ちょっと結構本音で。ございましたけど、はい。いや、素晴らしかったです。こんな本気で考えていただいてありがとうございます。いえいえ、ごめん,なんないはい。ということで、以上。はい、キリン川島の嫉妬した芸人ランキングでした。 いやあ、保存版。